ケバブ。ケバブは、中東とその周辺地域で供される、肉、魚、野菜などをロースとして調理する料理の総称。アラビア文字表記は、で、日本語では、カバブという表記も一般的である、シシバブを参照。中東諸言語のうちで、ケバブはトルコ語に由来するものであるが、現代トルコ語では、5末のシーンが無声化して、ベルゼカバップと表記される。 その他周辺各国では、カワープ、ウイグル、ケベプ、キルギス、カバーブ、インドパキスタン、アフガニスタン、アラブ、キャバーブ、イラン、チェバプ、バルカンなどと呼ばれる。ケバブの最も典型的な調理法は、四角形に切った肉を串に刺して焼いたものである。トルコでは、串焼きのケバブのほか、ヨーグルトを添えて食べるイスケンデルケバブや、味付けした肉を重ねて、塊にし、 回転させながら焼いたものをそぎ切りしたドネルケバブなどのバリエーションがあり、様々な焼肉料理がケバブと総称される。なお、焼く代わりに煮込んだり、揚げたり、蒸したりする肉料理もカバブと呼ばれることがある。ウイグルのカワープも炒め肉も含めた焼肉の総称である。同地域では、ひき肉を固めたハンバーグやミートボールにあたる肉料理にはトルコでは、 キョフテアラブ諸国ではクフタあるいはコフタ、イランではコフテインドではコフタアルメニアではキュフテという名前があるがトルコやイランアフガニスタンではひき肉をつくね状にして平たい金属製の串に巻いて焼いたものはケバブ料理に含まれコフタカバーブと呼ばれる。なおイラクではコフタを串に巻いて焼いたものをカバーブと呼び四角形に切った肉を串に刺して焼いたものをティッカと呼ぶ。 赤ドモには、焼く、または、焦がすという意味の、カバブーという言葉があり、これから、アラビア語の、カバーブが派生したという説がある。串焼きのケバブは、日本では、インド料理のシ育クカバブが早くに紹介され、それが、トルコ風に生まった、シシカバブーという名前で親しまれてきた。近年、トルコ料理としてのシシケバブが紹介されるにつれ、もともと同じ料理だが、 調理法の異なるシークカバーブとシシケバブが混同され、日本で古くから親しまれてきた本来インド料理でる。シークカバブの本場もトルコであるとの誤解も生じているようである。トルコなどのイスラム教国の場合、ケバブには主に羊肉、牛肉、鶏肉が使われ、魚肉も使われることがある。ウィックルではアヒルや各種野鳥も使われることがある。ヒンドゥー教徒が多いインドでは、 ムスリム専用食堂など一部の場を除いて、飼育カバーブに牛肉が使われることはなく、もっぱら用肉や山用肉が使用される。他魚や鶏肉の飼育カバーブもあるが、羊のものに比べれば、あまり一般的ではない。イランの国民食は、角切りにしたヒレ、またはサーロインを串に刺して焼いたキャバーベバルグ、または味付けしたひき肉を串に巻いて焼いたキャバーブ、クービーを、 チェローという白いピラフの上に乗せて食べるチェローキャバーブである。串焼きのケバブの標準的なサイズは各地で差があり、日本の焼き鳥程度の20センチメートル程度の串を使う地域から40センチメートル程度の剣のような串を使う地域もあれば、くちゃ剣の1メートル近い巨大な串を使う例まである。ドネルケバブ、ドナーケバブ、 は垂直の串に味付けした肉を上から刺していって、積層し、水平に回転させながら、それを囲んだ縦型グリル、主にガスと電気、以前は炭火が使われていた。現在でも、中東の一部では使用している地域があるのを熱で、外側から焼き、焼けた部分から順次肉を削ぎ落としたもので、ギリシア料理のギロ、色茶色、アラブ料理のシャワルマ、シャワールマ、イラクでは、 グスガスとほぼ同じ料理である。トルコでは、羊肉、鶏肉が主に使われ、レストランでは皿に盛って供されるが、屋台ではパンに、サラダと一緒に挟む食べ方で、テイクアウトメニューになっている。欧米や日本では、トルコでのドネルケバブの食べ方の一例である、パンに、野菜サラダと一緒に挟む食べ方が広まっており、ギリシャ風に、ギロと呼ばれることも多い。トルコでは、 フランスパンのような棒状のパンを使うが、海外では、丸いパンを二つに割ったものにサンドするのが、一般的で、ドネルサンドなどと呼ばれている。肉も、羊肉の代わりに牛肉が使われることが多い。台湾では、シャワールマをおにやくした、スナイメ、シャーウェイマーの名で、鶏肉のドネルケバブとキャベツなどを細長いパンに挟んだ、ものを反する屋台が増えつつある。中国では、 トルゴ焼肉の鍋のドネルケバブとキャベツなどを中国式焼きパンに挟んだものを販売する屋台がある。また、中国南部では豚肉を使用するにもトルゴ焼肉の鍋販売するの独特の料理がある。また、ドネルケバブのサンドイッチに使われるパンが円形で内部が空洞のピタを半分に切って袋状にしたものであることもあり、その場合、袋状の内部に ケバブとサラダが入っている。また、ケバブとサラダをパンに挟んだ後に、チリソースやハリッサなどのソースをかけることがある。ドネルケバブの肉には、香辛料やヨーグルトを用いて、あらかじめ十分味付けをしてあるため、トルコでは調理後の味付けは塩を振る程度である。オスマン帝国の支配下にあったバルカン半島では、チェバプチチ、チェバピ、 ケバプチェなどと呼ばれる小型のハンバーグ状のケバブが伝統料理として定着している。ヨーロッパのその他の地域ではドイツにトルコ系の移民が持ち込んだドネルケバブが一般的でドネルケバブがファーストフードの定番となるほど広まっている。ドイツはトルコ移民が多くケバブケバブピザドネルケバブをレストランやファーストフード屋台といった様々な形態で販売しており、 味も悪くなく、値段も抑えられており、人気がある。これは、マクドナルドや、バーガーキングのような外資産業のようなロイヤリティや、最低賃金の歯止め規定が、ケバブ売りには全く存在しないためである。フランスでは、ドネルケバブには、フライドポテトが付き物で、チュニジア発祥の唐辛子、ソースハリスサをかけて食べる。価格は、大体5ユーロ前後である。 パキスタン西部のパターン人の多い地域では、串に巻かず平べったくこねて、フライパンで焼くチャプリカバーブが食されている。チャプリカバーブは、サンダルのカバブという意味のウルドゥー語、チャッパルキーカバブが変化したもので、平べったい様がサンダルを連想させることから、名付けられたと推測され。ロシアでは、1870年に、モスクワで初めてシシュケバブ風の、 シャシュリクを売り物にするレストランが開店した。初期のシャシュリクは主にカフカース地方風のケバブで、後には中央アジア風のケバブもシャシュリクとして知られるようになり、ソ連時代に全域に広がった。玉ねぎやハーブなどと共に、ワインなどに長時間漬け込んでた味をつけ、串に刺して焼く人気料理である。なお、ドネルケバブは料理所などではシャシュリクポカルスキー。 シャシリックポ、カースキー、カルス風シャシュリクとしても知られているが、路上で一般的に呼ばれているものは、モスクワではシャウルマー、サンクトペテルブルクではシャベールマーと呼ばれている。しかし、モスクワでこの料理に対して、ドネルケバブや薄いパンニンガ肉という名称を使い始める店が増加している。サンクトペテルブルクでシャウルマーという名称を使う店が増加している。 上記に都市以外では別の名称を使用している場合があると故障には地域と時代により揺れがある。なお、ロシア語には国土の広さの割には都市、地方ごとの方言的な揺れは比較的少ないという特徴があるが、シャウルマーとシャベールマーは、軽肉、縁石などと並び、あまり多くない、モスクワとサンクトペテルブルクの2都市の間で故障が異なる名詞の代表例の一つである。 中国では中規模以上の都市には、精神料理店として、ウイグル料理店や新京料理店があることが多く、それらの店の店頭や露店で、軸カワープ、羊肉串、カオヤングラウッチワンを焼いて今する姿は、全国各地で見ることができる。アメリカ合衆国では、カバブ、しばしばカボブと、表記というとむしろ串焼き料理であると認識されている。アメリカでは、ビーフカバブ、 チキンカバブの他にベジタブルカバブと呼ばれるようなものまであり、ピーマン、玉ねぎ、ズッキーニ、豆腐やマッシュルームなどが主に使われる。肉のカバブでも肉と野菜を交互に刺すことも多い。英語でケバブというと普通シシケバブ、またはドネルケバブを刺す。ドネルケバブはギリシア料理の色として最もよく知られており、名称の知名度ではシャワールマとドネルケバブがこれに行く。 カナダでは、1970年代初め頃、ドネルケバブにエバミルク、砂糖、酢などを材料とした甘酸っぱいソースをかけ、刻んだトマトと玉ねぎと一緒に、ピタのような平焼きパンで巻いたドネアをはじめとする、ピザチェーンの人気メニューとなっているほか、パン、ソースと肉をセットにしたドネアセットが市販されている。ブラジルでも第一次大戦前後にシリアなどから移住した。 トルコ人が持ち込んだものが普及している。やはり、コッペパン状の長めのパンに切れ目を入れて、猛量と呼ばれる、細かく切ったなサラダと共に肉を挟み、オレンジジュースと共に供する。ハンガリーは14世紀にトルコに支配されていた関係もあり、在住トルコ人によるドネルケバブの店が多い。特に、イスタンブールケバブとスターケバブというチェーン店が有名である。 ハンガリー語では、ジャイローズ、ギロシュと呼ばれている。パンに挟むのではなく、シリアやレバノンのシェワルマのようにラップされて食される。日本では、古くからインド料理としてのシーイクカバブが、シシカバブーと呼ばれ、親しまれてきたが、新宿や原宿、六本木、秋葉原、千葉、名古屋など、自称在日トルコ人、多くは在日イラン人が増加している、都市部でドネルケバブを供する屋台や、 移動販売者の数が増えてきた。それらの都市部やその近辺では、縁日で、そのような屋台が出店することある。日本でもヨーロッパに続いて、ドネルケバブが目にされるケースが増えてきた。もともと西欧ではポピュラーであったが、日本でもファーストフードとして受け入れられつつある。また、ウイーグル料理店もいくつか扱っている。日本人が洋肉を食べ慣れないことや食卓にさほど、 出回っていないためにお湯を嫌って食べないのと、日本で洋肉の入手が困難なこともあり、日本で販売されているケバブのほとんどが軽肉か、牛肉使用している。豚肉が使用されることは、まずなく、また牛肉や鶏肉であっても、イスラム教徒が加工したものが使用されている。このため、中近東やアラブ系移民が多く住むヨーロッパで、食べられている羊肉のケバブとは全く別物の味になっている。 肉を焼く際に下味として使われる香辛料も控えめである。また半分に切ったピタに肉とサラダを詰めたものが一般的でマヨネーズベースのソースがかかっていることが多い。ケバブサンドはピタを半分に切った袋状の中に牛肉と玉ねぎやトマトなどの生野菜のサラダを入れたものであり、これに様々なソースをトッピングしたもので紙袋に入れて渡される。 串に刺して積み上げたくず肉をヒーターで側面から炙るドネルケバブで一般的な調理法を行うが焼けて切り取られた牛肉を冷めないように炊飯器に保管するなど独自の工夫が見られる。また牛丼のようにケバブを丼物として提供するいわゆるケバブ丼のスタイルで提供する店も複数見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。